坂田銀時。坂田銀時は、空知絵秋作の漫画、銀魂に登場する架空の人物であり、同作品の主人公。万事屋銀ちゃん、よろずや、銀ちゃんという何でも屋を営んでいる侍。普段は死んだ魚のような気の抜けた目をしている、マイペースかつ向上心ゼロの怠け者だが、決めるところはビシッと決める。その正体はかつて死である。吉田松陽を救うべく攘夷戦争に参加し、白夜叉の異名で名を轟かせた伝説の攘夷志士、そして上位四天王の一人である。現在ではお登世の代理として、新歌舞伎町四天王の一人でもある。天然パーマの銀髪が特徴。いつも気が抜けた表情をしており、気をつけないと勝手に目と眉が離れた間抜け面になってしまうらしい。服装は、ズンボラ星人の学校指定ジャージであり黒の上下の上に着物を片方だけ羽織り、ベルトと帯で留め、靴はブーツという一風変わったいでたちである。基本的に着ている服は毎回変わらないのだが、同じものを4着持っていて使い回しをしている。パジャマ、防寒具はいくつか持っている。竜宮編で老化した時は背の低い入れ歯の老人。歌舞伎町の良猫編で猫になった時は、天然パーマのように毛が立った白い毛の猫になった。天人の作り出したウイルスによって性別が反転してしまったこともある。基本的に無気力かつだらしなく適当で、普段から余計かつ卑猥な言動、親父ギャグを放つ上に金に汚く、極端にずうずうしい一面も持つ。何でも屋としての仕事も大抵は適当にこなして、依頼料だけをもらうことしか考えていない。ただし記憶はなくともやってしまったことに対して、責任を取る解消はあり、それであやめなどの人物と腐れ縁に近い関係が続いている。ド S であり、沖田と組んで土方をまさぐることもあり、その際にはド S コンビと言われている。連載初期はボケを連発していたが、彼以上のボケ役、主に、神楽、キャサリン、桂、沖田、近藤、坂本、あやめ、久兵衛、東条、小銭形などが周りに増え始めたため、ツッコミ役となることも多くなった。嫌なことはすぐ忘れるタイプで、そうでなくても何度か他人の名前を間違えたり忘れたりすることがあるが、自分が間違えられると本気で怒る。土方、善倉など、対戦経験のある人物であっても、タクシ君など適当な名前で覚えているふりをし、相手を怒らせる原因となる、本人曰く男の顔を覚えるのは得意じゃない。しかし万人志、ニクラのことを覚えているなど必ずしも忘れているわけではない。約束を守ることを何より重んじ、たとえそれが物言わぬ死者と一方的に結んだものであっても、あるいは半ば無理やりに約束させられたことであっても、信用を落として守り抜こうとする。それ以外でも自分が大切に思うものを守ろうとするときは、普段の怠惰ぶりを感じさせない。表面的にはさりげなく嫌われ、役になるような偽悪的な言動が多いが、内心は情に厚く仲間思いであり、仲間を救うためならどこであろうと駆けつけ、大勢に、無勢の状況でも臆せず立ち向かう。このように大きな事件、揉め事の際にはきちんと事態解決に奔走することもあって周りからは慕われており、有事の際は彼のために多くの仲間が駆けつける。信頼から来る広く深い人脈は、坂田金時や魂が土方と入れ替わった際には、そのまま万事屋を強力な組織へと生まれ変わらせたことからもわかる。白夜叉として活躍していたこともあってかある。種のカリスマ性も持ち合わせており、特に悪党に対する、それは絶大で、冤罪で、刑務所に入れられた際は、刑務所の帝王になったり、銀行強盗の人質に取られた際は、口で丸め込んで、土方以外の全員を解放するように持っていった。通称は、基本的には、銀さん、銀ちゃんなどであるが、旦那、万事屋、銀の字など様々である。女装した場合は、パーコと名乗り、ツインテールの巨乳になる。一人称は、基本的に、俺らが、たまに、僕、てめえ、銀さんと称する。名前の由来は、金太郎こと、坂田金時だが、金時と呼ぶと憤慨する。これはタイトルが恐ろしいことになり、ジャンプが回収騒ぎになる、アニメでは番組表に載せられなくなるからだいう。甘いものを定期的に取らないとイライラするほどの甘党で血糖値が糖尿病寸前の域まで達しており、パフェは週1しかダメだとのこと。ファミレスに行くと必ずパフェを頼み、白米に小豆一缶丸ごと乗せたものを宇治銀時丼と称している。時々カルシウムさえ取れれば人生は大抵うまくいくと豪語するが、実際はいちご牛乳、コーヒー牛乳などの甘い乳飲料しか飲めない。酒も好きだがあまり強くはなく、自動販売機の中、道路でよく吐いている。愛読書は週刊少年ジャンプで毎週発売日にほぼ欠かさず購入している。ジャンプ歴は20年。一番好きな漫画は銀肉マン。聖侍、聖夜の技について全クラと討論したこともあるなど、掲載漫画に関する知識は豊富である。銀魂マン、作、アマチ君、ゴリラはあまり好きではないようだが、それでも一応目を通している。買ったものはある程度溜まってから一気に新八が捨てている。絵はかなりの下手くそだが、本人には自覚が一切ない。怪奇現象の類、歯医者が大の苦手で、特に怪奇現象は幽霊の存在を固くなに認めようとしないが、霊感が非常に強く、複数の霊を憑依させて意識を支配されることなく操ることができる。ゲームも昔遊んでいたようで、ファミコンから流行中のゲームまで知識は豊富である。好きなゲームはドラクエで、5が特にお気に入り。3より5の方が名作だと信じている。ドラクエ5の作内での花嫁はビアンカにしている模様。パチンコなどの賭け事も好きで昼間から打っていることもある。ほとんどの場合負け続けてもんなしになるが、ごく稀に大勝ちする。ナース、痴漢物のアダルトビデオを長谷川からよく借りているようだが、従業員である新八、神楽が未成年であることを配慮して、絶対に成人雑誌などを万事屋内に持ち込まないようにしている。万事屋という仕事柄、善人、悪人問わず様々な人間と関わる機会が多く、非常に広い交友関係を持っている。普段のだらしなさゆえに、新八、神楽のみならず、歌舞伎町の人々にも憎まれ口を叩かれているが、人を引き寄せる不思議な魅力があり、親しまれている。特に、新八、神楽は、坂田さん、ファミリー、坂田家の食卓と発言するなど、現在では一つの家族のような関係である。新八には、侍として、同型を抱かれており、神楽のことは時に、親子のようなやりとりを見せたり、保護者ゆえかの愛情を注ぐ場面があったりと非常に大切に思っている。新選組、長谷川とは腐れ縁のような間柄となっており、土方からはライバル的存在として認識され、沖田、山崎など他の大使からは旦那と呼ばれ、慕われている。しかし、バラガキ編にて、自らが上位志士であったことを土方の前で明かし、山崎に上位浪士と接触していないか見張られるなど、新選組とは複雑な関係でもある。長谷川とは馬が合い、共にパチンコキャバクラで遊びふけることが多い。また、長谷川のバイト先に顔を出し、新八、神楽と共にアルバイトを手伝うことも多いが、大抵の場合は妨害にしかならず、その度彼は貴重な仕事を失う羽目に遭っている。かつての盟友である、桂、高杉、坂本とは終戦後交流が途絶えていたようだが、それぞれの形で再会を果たす。桂とは彼からの上位活動への勧誘は断り続けているものの、再会後も桂が厄介ごとを持って万事屋を訪れたり、一緒に様々な事件に巻き込まれたり、何かと行動を共にすることも多い。理解不能のボケを連発する桂を基本的には存在に扱っているが、彼を殺したというニクラに対して本気の怒りを見せたり、有事の際には共に戦ったりと信頼し合っている。桂と共に幼馴染で、現在はひたすら破壊の道を突き進む高杉とは、紅桜編を経て、たもとを分かった。坂本とは宇宙旅行の際に再会するが、名前を間違えられたりそのボケを破壊されたりと、彼の天然ボケっぷりに、ツッコミの嵐を浴びせているが、作中の言動から信頼はしている模様。自身の過去は、今までほとんど作中で語られることはなかったが、死である逍遙をめぐる衝撃の真実、かつての名優たちとの出会いや交流が途絶えていた理由が徐々に明かされている。お天気キャスターである徹也アナに関してはフィギュアを持っていたり彼女の天気予報を毎回チェックしたりするほどの大ファンで、彼女が結婚していた時期には、その報道を聞いて日めくり、カレンをめくり続けて、現実逃避するほどまでに落ち込んだり、一番不倫したい芸能人として名前を挙げたりしていた。そのため彼女がバンジアにやってきた際には舞い上がり、彼女の兄をお兄さん、お兄玉などと呼ぶなど、積極的にアピールしていた。女遊びは好きらしく、キャバクラスナック通いなど、頻繁にしている模様だが、友人から男女の関係に至ることは、ほとんどない、新八。近藤の推測では、ただれた恋愛しかしていない。女性に対する配慮は、壊滅的で、口説くのは、原始人並みに下手である。女性の扱い、恋愛に関しては新八からは、近藤と並んで、反面教師扱いされている。しかし本人には、その自覚がなく、自分がモテない原因は、自身の天然パーマにあるとしている。一方で、あやめからは、求愛と称し迫られたりストーカーまでされ、迷惑がっているが、本人曰く積極的な女性は嫌いとのこと。ただし何かと呼び出して利用することもある。一見恋愛経験はなきに等しいように見えるが、自分によく似た赤ん坊である、橋田寛七郎が置き去りにされてたのを発見した際には本気で激しく動揺を見せており、このことからも思い当たる節のようなことはあったようで、後の坂本の話によると、過去に高杉と遊女を取り合ったことがあるらしい。冤罪で刑務所に入れられた際に知り合ったシャチと共に、漫画家、黒木夢斎としてデビューを狙っているが、主に自身のせいでうまくいっていない。白夜叉と恐れられたほどの上位戦争をくぐり抜けた剣術の技量は、作中屈指の実力を誇り、木刀であらゆるものを両断、粉砕して、銃弾をも叩き落とすなど、優れた瞬発力、強靭なパワーを発揮する。エイリアンなどの猛獣をも圧倒し、敏木斎、紅桜ニクラ、万世などの強敵や実力差があるとはいえ、夜うさぎの死に、宝仙などの戦闘部族の者たちとも互角門に渡り合うほどに戦闘能力も極めて高い。圧倒的な強さを誇る敵にも張り合い、恐れずに挑んでいくなど、度胸も一級品である。普段は木刀を使用して戦うが、稀に真剣の他に短剣、薙刀、苦内なども使用するほか、木刀、真剣を駆使する二刀流を披露することもある。その強さは、宇宙最強と称される、星海坊主にも一目置かれ、常に強者を求める真意に、獲物として定められるほどである。常人をはるかにしのぐ強い生命力を持ち、瀕死の重傷を負ったまま戦い続けて生き延びたことが多々あり、紅桜編、歌舞伎町四天王編、将軍暗殺編の終盤の乱戦で、それが伺える。奈落との戦闘の際に、序盤で奈落の葉を歯で受け止めて噛み砕くといった野生じみた、極めて高い運動神経も併せ持ち、加えて戦闘感も非常に鋭い。幼少期に師匠の吉田逍遙に剣の稽古をつけられているが、実態は型のない切り覚えの喧嘩殺法に近く、敏木斎には我流と評され、万人氏からは剣のリズムが読めないと言われた。洛陽決戦編で真意と対峙した際、圧倒的な実力差があるにもかかわらず、互角以上に渡り合い、星海坊主曰く自分の内に強さを探し、最強の自分、敵を倒すことで何度も強さの壁を破ってきたとこと。この壁を破り真意を追い込んだ強さが白夜叉時代の自分に立ち戻っているのか、それを超えているのかは不明。吉田逍遙と出会う前の幼少時は周囲に肉親縁者と呼べる者はおらず、埋葬されずに放置された死体の所有物を剥ぎ取りながら、たった一人で生活していた。逍遙に拾われる際に渡された刀の行方も分かっていない。逍遙に拾われてからは、桂、高杉と共に寺子屋に通い、彼の教えを受けた。当時から天然パーマ死んだ魚のような気の抜けた目をしているなど、現在とほとんど変わらない風貌で、不真面目かつ寝てばかりだった。しかしこの頃から、剣術は常人をはるかに凌駕しており、高杉を何度も圧倒していた。実の親にあたる人物は出てきておらず、家族構成なども不明である。八郎の母が現れた時の言動から、本人曰く家族はいないらしい。寛政の大獄の折、幕府に捕縛された商用を救出すべく、桂、高杉と共に攘夷戦争に参加する坂本と知り合ったのはこの頃。戦争では敵味方双方から白夜叉と呼ばれ、恐れられるほどの伝説的活躍を見せる。単独での隠密奇襲がお箱であり、戦時は主に攻撃する側だった。だがその戦いで多くの仲間を失ったこと、商用が処刑されたことから、終戦直後に突如姿を消したとされてきた。しかし、将軍暗殺編での回想で、当の商用を斬首したのは自分自身であったことが明らかになる。天照院奈落に仲間ともども捕獲され、商用か、仲間、桂、高杉どちらか一方を選ぶよう迫られ、結果的に商用の首を切り、仲間の命を救うことを選択した。その後の経緯は不明だが、上位し叱りから逃れるため潜伏生活をしていた模様。しかし、保身のために、かつての仲間、自分の娘までも一橋派に差し出して、粛清に協力していた、上位志士を幕府役人の前で制し、志士の娘、後の池田朝右衛門の身の安全と引き換えに自ら、幕府に捕縛れる。拷問の末に処刑されそうになるが、首切り役人の先代池田よる右衛門によって逃がされ、それ以後は上位活動から退いている。その後放浪中に、音瀬の夫、辰五郎の墓に備えてあった饅頭を食べたことで、音瀬に恩義を感じ、旦那の代わりに、あんたを守ってやると約束して彼女が経営する、スナックの2階を間借りし、バンジや家業を始めた。新八、神楽を雇い定春を飼うより、以前、金丸、池沢、古橋の3人を雇っていたが、女と関係を持った金丸徹を川に落として、バンジ屋メンバーはいなくなり、また一人でバンジ屋の営業を始めた。バラガキ編の際に自身が白夜叉であることを新選組に明かしているが、その後放置されている。高杉とは上位戦争以前からの盟友だったものの、平賀源外の事件などで対立し、紅桜事件を機に完全なる決裂を示す。将軍暗殺編では別人なのが丸出しではあるが、茂の影武者として、将軍護衛作戦に参加する。そこで、伊賀の忍の吸収を受けるも百地によって救われ、伊賀の里にかくまわれる。しかし高杉ら鬼兵隊、彼に借りを返そうと協力する真意率いる、第7師団の襲撃を受け、将軍を連れて、里からの脱出を試みる。強靭な夜、うさぎ相手に苦戦しながらも、近藤ら、百地の協力もあって、里の出口にたどり着き、ついに因縁の相手である高杉と葉を交える。互角以上の死闘を繰り広げ、互いに瀕死の状態に陥る中、おぼろ率いる奈落も参戦して窮地に立たされる。それでも、高杉を奈落から守るため瀕死の身で、奈落と戦い、商用を侮辱したおぼろの一撃を受け止め、自分の背後から立ち上がった高杉が、おぼろの左目を潰すことで、志は違えど、互いに敵は同じであることを奈落へ見せつけた。そして救助に来た神楽、真意の援護を受けて、伊賀を脱出することに成功す。さらば新選組編では近藤に呼び出され、誰もいない、新選組屯所で杯を交わす。そして、近藤からの伝言を受け取り、彼が、茂暗殺の攻めを追って見回り組に逮捕される、現場に立ち会うことになる。茂の死から立ち直れない新八、神楽も、万事屋から距離を置く中、来店した小銭型から土方が部下として配属されたことを知り、その後スナック、スマイルにて、小銭型が開いた土方の歓迎会にバレる。しかしその直後に見回り組を伴い来店した危機が、暴虐の限りを尽くし、お妙を手にかけようとしたことで、土方が危機に殴りかかった瞬間に自らその拳を、受ける形で静止する。そして自身が危機を殴り飛ばして、重傷を負わせ、佐々木に逮捕されかけるが桂が身代わりになったことで、脱出に成功する。その後新選組が、近藤、松平を救うべく国上島に乗り込む際に同行し、再び眼前に立ちふさがった、おぼろと天音同衆の一人、巨と葉を交える。巨の商用に似通った素顔に激しく動揺するものの、その後神楽、沖田、新女の力を借り、先陣を切って、脱出経路を確保し、近藤の屍を見て、戦意を喪失した新選組に叱咤激励し、彼らの闘志を取り戻させ、無事に国上島を脱出する。その後江戸を去ることになった土方と共に行きつけの定食屋に入り、互いに変し合ってきた宇治銀時丼、土方スペシャルを交換して平らげる。そして、まずいという感想、すがすがしい笑顔と共に、新選組出立を見送った。新選組の旅立ちから、洛陽決戦編開始までの具体的な経緯は、現在も明確にされていないが、さらば新選組編での一連の事件に関わったことで、幕府を敵に回し、危機からもスマイルでの一件をめぐり像を向けられる中、危険を承知の上で、江戸に残る決意を固める。そして、定春を落とせに預け、新八、神楽と共に、近年秋葉に逃れ、桂一派のアジトで、潜伏生活を送ることになる。一方で危機を殴りつけたことが上位派の間で話題になったらしく、調子に乗った桂が自らの紛争をした写真を幕府に提供したことがきっかけで自身の知ないうちに指名手配犯となってしまった。洛陽決戦編では近年秋葉に現れた新女、また子、竹市から巨の正体や星海坊主の参戦で窮地に陥った鬼兵隊。春雨第七師団の現状を告げられ、新女より、その救助を提案されるも拒む。だが、星海坊主と新井の退治を阻止すべく、神楽が姿を消すと、新八と共にその行方を追う中で定春と合流し、万事屋の机に置かれた神楽の休暇届を発見する。店内を激しく荒らされ、廃墟同然となった万事屋はもう存在しないと、絶望しかけた新八を励まし、神楽を連れて、再び帰ってくることを誓い、彼女のもう一つの家族として、新八、定春と共に、万事屋に、旧届を残し、桂、坂本、万人志ら鬼兵隊の一部と共に地球を立つ。宇宙に出て、早々に、危機の艦隊の襲撃を受けるも返り討ちにし、鬼兵隊と第七師団の収束場所である、捨てられた星、洛陽へ到着する。そこではすでに巨率いる奈落、春雨が待ち伏せており、襲撃を受けるも、桂、坂本と共に、上位時代を渡り歩いた、その強さで、春雨の兵隊を圧倒し、高杉を見つけると同時に神楽を救うために、桂、坂本と共に三方向に分散して、彼らのアジトへ向かう。道中春雨の三強制の襲撃を受け、上位時代に因縁がある様子の明王法師、馬忠と対決する。馬忠こそ、坂本の侍としての道を立った、張本人であり、悟志願、悟りを駆使する、馬忠に圧倒されるが、自らの殺意を投影させることで、悟志願を破り、馬忠を撃破して10年越しの坂本の復讐を果たす。その後は新発達の後を追い、道中で、奈落の襲撃を受けてしまうも、単身で払いのけて万世の窮地に駆けつける。同じく目覚めた高杉とも再会し、10年の時を経て、上位4天皇が再集結を果たす。春雨が投入した殺戮兵器、むぐら持ちを複数相手取るも、4天皇の力は絶大で、兵器すらをも圧倒する。その後は、自身の心情を察していた、高杉、桂、坂本徹がおとりになって、道を開き、自身は、新八、定春と共に神楽を追う。その後は巨に敗れて倒れた。星海坊主に絶望し、自らの手で殺そうと突進する真意の眼前に、折り立ち、間一発で彼を制止する。最強の座を求めて星海坊主の命を狙う真意を止めるため、瀕死の星海坊主に頭突きを食らわし、勝手に返り討ちに遭うも、最後の一撃を与えたのは、自分と称し、最強の座を強引に引き継いで矛先を自分に向けさせ、真意との一騎打ちに臨む。最初は圧倒的な実力の差で真意に圧倒され、右手を砕かれて一気に劣勢になる。だが覆しようのない差の中で何度も再起し、真意に恐怖のような違和感を植え付ける。真意が求める最強のような狩り始めの名ではなく、自分の魂の底の名は万事や銀ちゃんであるとともに、自分の敵は誰でもなく、常に自分にいると語る。自分の中にある限界の壁を破っていき、真意と正面から互角の死闘を繰り広げる。星界坊主には自分より強い敵と対峙するたび、自分という敵を倒すことで何度も強さの壁を破り、強くなってたと察知される。最後は形勢逆転して一気に真意を追い込むも、自身の肉体の限界が先に訪れて、逆に真意にとどめを刺されかけるが、神楽が間に入り真意が一瞬動揺したその隙に、渾身の一撃を待って勝利する。だがそれが引き金になり、夜うさぎの血が暴発して覚醒した真意に神楽を狙われ、自ら盾になって、さらに重傷を負う。しかし、それでも諦めず立ち向かっていく新八、神楽と共にまた立ち上がり、新八と共に、真意の両腕を折って、神楽のために隙を作り、長年続いた、兄弟喧嘩に終止符が打たれた。春雨の撤退後、高杉の伝言役として訪れた竹市から、逍遙の過去、虚の本当の目的を聞かされる。逍遙の残した最後の希望として虚に抗うべく、地球へ帰還する。銀の魂編では、桂、坂本が、アルタナ解放軍との停戦協定を取り付けるため、別行動を取り、江戸へ帰還する。万事屋前で、解放軍の兵隊が陰陽、玉を連行しようとしたところに現れ、燃え上がる万事屋に届けられた依頼届を受け付け、歌舞伎町の住人らと共に解放軍を撃退する。天道衆の行方をつかむ手がかりを模索する中、町人に扮した奈落の襲撃を受けたところを神女に、助けられ、天音道衆が虚に始末されて、解放軍が停戦協定を破棄した事実を知る。神女に促され、解放軍の駐屯所にいる虚と対峙するが、彼の不老不死の血を得た奈落と奈落三婆の一人、棺に苦戦し、解放軍の砲撃に巻き込まれてしまう。虚を取り逃がし、解放軍の部隊に追い詰められるも、江戸に帰還していた新選組、鬼輪番衆と共に部隊を退ける。限界による機械を無効化する、ウイルス兵器の破壊を目論む解放軍を叩くため、歌舞伎へ戻り、堕鬼二族の一人、鴎外を相手取る。久兵衛らと協力して、鴎外を追い詰め、歌舞伎町へ帰ってきた次郎長、平子親子とドブネズミ組と共に、たつら部隊を壊滅させ、鴎外は同族であるヘドロに倒され、ケツ、ノエ、ミリン、ノエの現実で、解放軍の兵士たちを、歌舞伎町から追い出すことに成功する。その夜、束の間の休息を取るも、失踪した源外を探すため、歌舞伎町中を駆け回ったところ第七師団と遭遇する。その後、神楽や真意と共による、うさぎ部隊を蹴散らすが、虚の出現と共に、アルタナが紛失され、江戸は壊滅状態となる。蘇代姫の元を去った、貞春を捜索する中、神女が、星界坊主を連れて合流し、アルタナの結晶刀を渡され、虚と貞春の元へ向かう。虚との戦いでは結晶刀を砕かれた上、加勢してきた新選組や第七師団をも一掃され、窮地に陥るが、結晶刀の破片が虚の体内に入り、龍脈に飲み込まれた貞春がアルタナを抑えていたことで、虚の再生能力が低下し、最終的に新八や神楽、新選組と星界坊主、真意親子と共に虚を追い詰めた。しかし、敗北を悟った虚が龍脈へ飛び込み、手を伸ばそうとするも、アトリ線の破片が落下し、彼を救うことができなかった。戦争終結後、万事屋へ戻り、神楽が貞春を救うため宇宙へ行くと決めた際、自分もやらなきゃならないことができたとして、万事屋の看板を下ろすことを宣言し、江戸を去った。龍脈の中へ消えた虚を見つけ出すため江戸を去り、全国各地の流血を調べ回っていた。ある流血へ立ち寄った際に、宮司から流血に漂着した肉片がしばたたく間に、赤子へと姿を変えた話を聞き、その赤子が巨と確信し引き取る。一度は巨の殺害を決意し、短刀を突きつけたが殺すことができず、そのまま彼を連れて、放浪の旅をしていたある時、崖から落ちかけた巨を助けた際、巨が小幼だった頃の人格を取り戻す。だが、その直後に奈落の襲撃を受け、拘束された巨から結晶石と化した心臓を託され、海へ落ちていった。その後、巨の心臓を破壊する決心はつかず、奈落に追われる日々を送っていた。2年後、松下村塾の跡地へを訪れ、おぼろの墓を建てていた高杉と対峙するが、警察の介入で取り逃がし、土方によって連行されてしまう。取り調べには、一切応じず、機械と化していた山崎の暴走に乗じて警察から逃走する。街で高杉を探す中、同じく彼の行方を追っていた竹市とまたこと、再会するが、突如、奈落の襲撃を受ける。奈落との戦闘中に姿を見せた高杉と共闘し、彼が用意した船に乗り込み、脱出する。船の中で高杉と情報を交換し、聖望教の存在、巨の生存、そして、江戸が聖望教のテロの標的にされていることを知り、高杉から聖望教の壊滅と巨の救出の協力を持ちかけられる。高杉と共に2年ぶりに江戸へ帰還し、自分が江戸へ戻ってきたことを悟られないように行動していたが、運悪くお妙や久兵衛、さっちゃん、月へと立て続けに遭遇し、顔を隠すため、久兵衛の下着をかぶり、彼女の下着を盗んだとして、吉原に連行される。大名通り3年、Z、随組の教師、坂田金八として登場。担当教科は美しくに。白衣を着てネクタイはきちんと締めておらず、メガネをかけ、タバコ、アニメでは煙の出るレロレロキャンディーを加えていることが多い。本人曰く、レロレロキャンディーはものすごくレロレロすると煙が出るとのこと。実際に、アニメの銀八先生ではキャンディーを口から出し、生徒に見せていた。ここでも言動は原作と変わらないが、生徒たちには信頼されている。職員室の自分の机の周りに読み終わったジャンプを捨てずに置いてある。また、銀玉が表紙の時は2冊購入することがあるらしい。校長の旗には全く気持ちの伝わらない敬語を使用している。しかも校長室で爪を切ったり、バスタブを持ってきたり、こたつに入って、モンハンをするなど、あまりに、非常識なのも、原作と変化はない。本人はバンジアではないからという理由で戦闘は避けたがるが、本編と同様に腕っぷしは強く、不意打ちとはいえ拳銃を持った3人組の強盗を、サンダルのみ、一方的に倒すほどである。アニメのアバンでは、ナルトのネタにおけるウツシリンガンが盗まれた事件において、近藤の結網の話になった時は、万華鏡を打つシリンガンのネタとして、結網鏡を打つシリンガンと発言ししまっている。名前のモデルは、3年 B 組、金八先生の坂本金八。銀時 VS 土方歌舞伎町銀玉大争奪戦。では、彼の鼻くそから生まれたクローンが敵として登場。ただし不完全な出来であるため、着物の色、肌の色が若干黒くなっている。銀さんと一緒。僕の歌舞伎町日記では、主役の座をゲームオリジナルキャラクターの空に取られているのを若干悔やんでいる節があるが、バンジーアの一員として彼を認めており、空が襲われた時も彼を守っている。銀玉クエスト、銀さんが転職したり世界を救ったりでは、パーシ、教師、新選組、宇宙海賊などの他に、上記のクローン銀時にも転職可能。また読者からの応募を元にしたパフェ銀時という職も存在する。銀玉乱舞ではプレイアブルキャラクターの一人として登場。オリジナルストーリー、歌舞伎町頂上乱舞ではテレビ番組の特集であらゆる願いを叶えるという玉の存在を知り、自分の願いを叶えるためバンジヤを飛び出す。原作、アニメのパロディでの銀時は坂田金時という名前の謎のプー太郎であり、同じホストの最強のケツアゴを持つ志村新八を仲間に持ち、中国系マフィアの女ボスである美女、神楽をパトロに迎えたホスト。髪の毛の色は金髪だが、天然パーマは変わらず。新八のモノローグでは、金色夜叉と呼ばれていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。